続きまして医学博士池谷委員,委員長池谷俊郎先生より内臓脂肪対策にはリンゴファーストの食事をと題してご講演いただきます池谷先生よろしくお願いいたします皆さんこんにちは池谷の池谷と申します、えー、今日はですね、えー、皆さん健康診断をお受けになりましたでしょうかねお腹のサイズそれから血糖値血圧の値 中性脂肪の値等ですね、えー、いかがなものだったでしょうかから肝臓にまあ脂肪がたまる脂肪肝ですとかこれ内臓脂肪の蓄積ですねこういったデータいかがでしたでしょうか今健康診断がですね、えー、若い人たちそれから七十五歳以上の高期高齢の方も含めてですね、えー、メタボリックシンドロームというものの診断になっておりますなぜメタボリックシンドロームかというのをこれからご説明しますけれどもまずメタボリックシンドロームの本体はですね ここのの絵にあるようなな、ね、お腹ぽっこりの状態なんですね例えば脂っこいもので、まあるとか炭水化物系の食べ過ぎだとかかしりを食べ過ぎたり、えー、あるいは甘いフルーツをたくさん食べるとかですねでかつ運動不足でそういう糖や脂質を使わない生活こういったことがです、ね、内臓脂肪というのをため込んでこのメタボリックシンドームとを作り上げるわけですけれどもこの状態がですね、えー、今問題になっている突然死。 それから皆さんが自分の力で生きていける健康寿命というものを短くする大元に存在しているということがある方であります。でもうちょっと詳しく言いますと内臓脂肪というのはですね、溜まってくるような生活習慣をしているとですね、そこから化学伝達物質といういろんな物質が内臓脂肪から出されまして高血圧、それから血糖値の異常ですね。 それから中中性脂脂肪などの血血中の脂質の血質異常をききたしていきますで。内臓脂肪がたまってこれら3つの高血圧高血糖脂質異常というものは非常に一緒にこう出てきやすいんですね例えば血圧が1つ高くて治療しなきゃならないような人よりは血圧が少し高い血糖値が初期に結構上がりやすいでもまだ治療はいらないという人の方がですね実はさまざまな病気のリスクが高かったり。 そういういことも分かってきてきるわけですでこの大もとに動脈硬化というのが起こってきまして皆さんの血管ですね体を走っていろんな臓器に栄養を送っている血管栄養酸素を送っている血管がですね動脈硬化というのを起こして血管の壁が厚く硬くなってですね内腔にプラークというコブができてきて内腔が狭くなって血液の流れが悪くなります。 である時ですこれからもう寒い季節が来ますけども、えー、寒い場所に行って、えー、血圧が急上昇したりした時にですねそのプラークという血管の中にできた小分に傷がつくと血栓というものが中にできて瞬く間にそれが心臓の血管を狭くしたり塞いだりして狭、まあ、心症や心筋梗塞を起こす。 それから首の血管にできたプラークに血液の中で押されてですねすぐ頭の先にポンと飛んでいって詰まってしまったりあるいは頭の中の脳の血管そのものにですねできたプラークにできた血栓がですね脳の血管を塞いでしまって脳梗塞を起こしてしまうとこれが突然死という、まあ、発症して24時間以内に命を落としてしまうような怖い病気を引き起こすわけですでこれ割割から9割の方は なんとかこう救命処置で生き残られるわけですけれどもその方たちに今度襲ってくるのが心不全という状態それから麻痺認知症という、まあ、後遺症ですねこういったことが健康寿命との一緒に短くしてしまうということになるわけです。 それから認知症というのはアルツハイマー型認知症といって頭の中にベータアミロイドというのがたまってです、ね、脳が溶けていってしまう,ような病態なんですけれどもそれから脳の血管詰まる認知症とはまた違うアルツハイマー型認知症というのは実は多いんですけれどもこれ自体もです、ね、実はこの生活習慣病と非常に深い関わりを持っていますそれから例えば大腸がんなんかもです、ね、起こしやすい方というのは運動不足それから肥満の方と。 いうこ,とはもうこれは常識と言われておりますのでまさにこのメタボリックシンドローはですね、動脈硬化から起こる心臓の疾患脳の病気にとどまらずです、ね、認知症やがんにもかかってくるという病態になるわけですじゃあこのメタボリックシンドロームの内臓脂肪をいかにとるかというところで今日はですね一押しなのがまあリンゴファーストというキーワードでありますでそのリンゴファーストという意味には2つありましてこれ1日の初めにリンゴを食べる 朝一番でりんごを食べるりんごファーストという意味合いとそれから1日3食食べる食事の一番最初にりんごを食べていただくという2つのファーストの意味合いを持っておりますでりんごをですねまず先に食べる私が朝一番で食べる理由っていうのは皆さん試験勉強するときに絶対これは出るというところから勉強すると思うんですよで私は一日の食事の中でまず一番不足しやすいものから先に食べてしまおうと。 いう考え方を持ってておりましてそういった意味でこの栄養素を豊富に含んだりんごというのをです、ね、取り入れると朝から例えばお昼丼物になったとしてもラーメンになったとしてもです、ね、朝、それをしっ,かり朝しっかりした栄養素を取っておけば、まあ、そのきこととができると栄養の不足を補うことができるという考え方で朝一番にりんごをおすすめしたいと思うんですがりんごの中にはです、ね、不足しやすい食物繊維であるとかあとミネラルのカリウム これは血圧を下げることに役に立ちますけれどもそれからビタミン C や β カロテンですねこれは私たちの体の老化に関わる炎症というものを抑える働きがあります。抗酸化作用ですね酸化ストレスを抑えて炎症という私たちの体を動脈硬化を起こしたり老化現象を起こしていったりする大元を防ぐことができます。 でえー、リンゴファーストのもう一つの意味合いで、えー、食べる前の一番最初に食べていただく朝昼晩の食事の一番最初にリンゴをまず食べていただくメリットとしては食物繊維というのがあるわけですねでベジファーストというのは皆さんよくご存じだと思うんですけれども最初にこう食物繊維を多く含んだものを食べておけばです、ね、その後の血糖値の急上昇を防いだりあと余計な脂の急上昇を防いだりすることができますで血糖値の急上昇というのはインシュリンというのはたくさん、えー、血糖を下げるホルモンが それに伴ってたくさん出てしまうと実はインシュリンというのは内臓脂肪をため込むホルモンでもありますのでメタボリックシンドロもより悪化させてしまうということにあるわけです。でリンゴで今日もう一つ注目したいのがこのポリフェノールのです、ね、プロシアニジンというものなんですね。これはですね近年、えー リンゴは医者知らずという言葉がありますけれども、これ、だんだん医学的なエビデンス、科学的な証拠がどんどん揃ってきてまして、そのうちの代表的なものがですね、血糖値の急症症を防いだり、あと体内の脂肪を分解してですね、中性脂肪の上昇とかを抑えてくれるという糖質や脂質のプロファイルを良くするということが分かってきたわけですね。 ですから食物繊維とこのプ,ロシプロシアニジンを含むです、ね、リンゴというのをしっかり食べておけばです、ね、血糖値の急上昇や脂質の上昇を防いでくれたりお腹の脂肪を溶かしてくれるとそれから血糖値の急上昇を抑えて糖尿病を防ぐだけではなくてです、ね、血糖上昇による、えー、動脈硬化も防いでくれるということが期待できるわけですでじゃあフルーツというのはですねあフルーツはですね 花糖,糖をたくさん含んでおりまして、えー、ブロートも実は入ってますから血糖値が上がりやすいというフルーツもあるわけですスイカッパラってのがありますけどもまさにスイカはです、ね、これあの GI 値というのはあの表示してあるんですけど GI 値というのは食べた後にどのくらい血糖値が上がりやすいものかというのを意味しています70以上あるとですねこれは結構血糖値上げやすい食品と言われてるんですが、まあ、スイカッパラというのがあるようにですね、えー、スイカを食べると結構血糖値が上がりやすいです。 外の内臓脂肪が溜まってメタボになりやすい実際スイカが私は東京の秋野市の田舎で開業してるんですけれどもスイカがたくさん取れる年はですね秋の検診でメタボ検診で血糖値の異常の方が非常に増えてしまうという現象がありますそれから柿がたくさんなるような季節もですねダメなんですね非常にそういうあの取れるものによって検診データが大きく変わるという現象を確認しておりますでそこでリンゴは一番左にあって36つに過ぎでスイカの半分なんですね血糖値が非常に上がりやすい 上がりにくいですね。上がりにくいあの食材ということでお勧めしたいということであります。でもう一つリンゴのメリットとしてはですね、今日本人の死因はがんとですね、それから心臓疾患、脳疾患ですね、脳血管疾患とかの脳の病気ですね。でその次がですね、呼吸器疾患と言われております。ま肺炎などですね、こういう気管支系肺の病気、こういったこともですね、リンゴのポリフェノールは予防する効果があると。 いうことが言われておりますので、日頃、食べておくことによってです、ね、心肺機能の低下を抑えて、元気、健康寿命を伸ばしながらです、ね、若々しく生きていくことに貢献してくれるんじゃないかと、期待しております以上でございます池谷先生、ありがとうございました。